リビアアラブ共和国の国旗1972年の1977年の国旗1977年から2011年の国旗リビアアラブ共和国の国章、アラブ共和国連邦の国昭1972年の1977年の国昭1977年から2011年の国章、大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国は かつて北アフリカのリビアに存在した共和制国家。首都をトリポリに置き、行政機関の一部をシルテに置いていた。1969年から1977年までのリビアアラブ共和国も合わせて記述する。アフリカ世界と地中海世界とアラブ世界の一員であり、アフリカ連合とアラブ連盟、アラブマグレブ連合にも加盟していた。二千十一年二月十七日、 ベンガジを根拠地とする勢力リビア国民評議会との間で内戦が始まり、2011年8月23日に首都トリポリが評議会軍の構成によって陥落し、ムアンマル・アルカ・ザーフィーも殺害されたことで滅亡した。正式名称はアラビア語。通称は、公式の英語表記は、グレート・ソシアリスト・ピープルズ・リビーン・アラブ・ジャマヒリア。 クレートがついたのは1986年のことである。通称は、リビア。ジャマーヒリーヤとは最高指導者、ムアンマル・アルカザーフィーによる造語で、大衆による共同体制といったような意味を持つ。日本語の表記では、大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国。また、社会主義人民リビアアラブ国と訳す場合もある。後者の名称は2004年まで用いられたが、 CIA ファクトブックの名称変更に伴い、日本でも正式国名として、前者の名称が採用された。1951年に、キレナイカ、トリポリタニア、フェズザーンの3州による連合王国として独立したリビア連合王国の国王で、サヌーシー教団の指導者だったイドリース一世を、1969年9月1日、 ナセル主義者だった27歳のタイムアンマルアルカッザーフィーと同士の青年将校たちがクーデターで追放してリビアアラブ共和国が成立。なお、トルコに滞在中だった国王イドリースは退位し共和国の最高政治機関である革命指導評議会を率いるカッザーフィーが事実上の元首となった。1973年よりカッザーフィーは イスラーム主義や社会主義やナセル主義に基づく国家を建設を目指した文化革命を開始し、ジャマーヒリーヤという独自の直接民主制の推進、全国人民会議の設置、緑の書の執筆などを進めていった。1977年3月2日には、全国人民会議が人民主権確立宣言を行い、リビアアラブ共和国は廃止され、 社会主義リビアラブジャマーヒリーヤ国へと移行した。以後は1980年にかけて、行政機構や経済システムの変革が行われ、共和国時代の一党独裁政党、革命指導評議会、行政機関、内閣、元首憲法、私有経済などが廃止、解体されていった。対外的にはソ連に接近して、援助を受けた。 1970年代から1990年代まで数々のテロを支援したため、アメリカやイギリスなどの欧米諸国と敵対した。1985年に発生した西ヨーロッパでの一連のテロ事件により経済制裁を受け、1986年にはアメリカ軍によって空爆されたが、その報復として1988年にパンナム機を爆破した。 2001年の同時多発テロ事件以降は一転して、アメリカと協調路線を取る一方、成果を出せない親アラブ外交から、親アフリカ外交へとシフトし、アフリカ連合内で主導権を握ろうとした。2010年末より、周辺国にて、アラブ革命が発生したが、2011年1月21日に、三菱東京 UFJ 銀行が、 カダフィ大佐による統治体制に揺らぎは見られない、リスクがさらに高まるというところには至っていないと、リビアやエジプトへの波及を否定するレポートを出すなど、大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国の体制は依然盤石とする見方もあり多くの日本人も現地駐在を続けていた。2011年2月、カッザーフィーの辞職を求める非常に小規模な反政府デモが発生。 各地で武装放棄した反政府武装勢力に対して革命指導者カッザーフィーやその次男で人民社会指導武装合調政官財布アルイスラームが直々にメディアに出演して反政府武装勢力の鎮圧を唱えるに至ったこの結果リビア軍やアフリカ諸国などからの外国人傭兵部隊によって首都を含む各地の反体制派への重火器攻撃が実施され リビアはこれ以後約半年の間、内戦状態に陥った。当初は反体制派が優勢だったものの、反体制派が主に傭兵で構成されていたのと、民衆の支持が得られていなかったことから、徐々に政権側が反転構成をかけ、一時は反体制派の拠点だったベンガ自身高寸前にまで至った。しかし、NATO を中心とした、 欧米諸国やアラブ諸国が反体制派を軍事的に支援したことで劣勢は回避されしばらくこ着状態が続いた後ミスラタを攻めていた政権側が撤退して以降反体制側が勢いを盛り返し8月23日に首都のトリポリが陥落したため40年以上続いたカッザーフィー政権は事実上崩壊カッザーフィー派はトリポリ陥落後も 拠点をするとに移し、新政権との戦闘を継続していたが、10月20日に最後の拠点スルトが陥落し、カッツアーフィー自身も戦死したことにより、大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国は、明日ともに終焉した。その後は、リビアを参照。1977年以後の大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国は、 人民主権に基づく直接民主制を宣言し、ジャマーヒリーヤと呼ばれる独特の生態を取る国家であった。成文憲法は存在せず、1977年に制定された人民主権確立宣言がその機能を果たした。また、イスラム法も主要な法の源とされていた。1969年以来、アラブ社会主義連合による一党独裁体制が、 敷かれていたが、1977年をもって同党は解散し、党の権能はそのまま国家機関へと移行した。以来、政党は存在しなかった。大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国は、直接民主制を標榜する国で、建前上国民の代表からなる議会は存在しないが、事実上それに変わる仕組みとして、全国人民会議が置かれていた。 議員は内閣に相当する全国人民委員会各、初期のほか、各マハラ、シャービーや学校や職場などに置かれている人民委員会などから法律で役職指定されており、2006年時点で1000名前後。法律上、リビアに原子は存在しないが、外国大使の信任状の設置は全国人民会議初期が行うことと定められており、 同初期が、事務的には、厳守代行の役割を担っていた。なお、基礎人民会議には、原則18歳以上の全成人の参加が義務、付けられており、年数回の会期中は、市内の商店も閉店を余儀なくされたが、実際に会議に参加するのは政権に、忠実な一部国民に限られ、そこでの討議内容もあらかじめ定められ、不規則発言は許されなかった。 内閣に相当する全国人民委員会のメンバーは、全国人民会議において選出され、首相に相当する役職は、全国人民委員会初期だった。最高司法機関は最高裁判所で、その下に高等裁判所、第一新裁判所が存在した。また、国の治安に関する事案を扱う、特別裁判所として、人民裁判所が置かれていたが、後に廃止された。 なお、多くのイスラム国家同様死刑制度があった。国内外には、民主主義政権確立を目指すリビア民主運動や、リビア国民連盟、カッツーフィ政権打倒そのものを目的とする、リビア救済国民戦線、そして過激派テロ組織イスラム殉教者運動まで、様々な目的を持つ、反政府組織があった。反政府勢力結集の動きも、 ロンドンを中心に見られたが、王党派からイスラム過激派、民主主義派まで思惑は様々であり、内戦勃発まで長らく反政府勢力の影響力は限定的と見られてきた。ムアンマル・アルカ・ザーフィ直接民主制であるジャマーヒ・リーヤの建前の上からはリビアには国家元首は存在しないことになっていた。1969年9月1日の革命以来、 革命指導者の称号を持つムアンマル・アルカ・ザーフィーが事実上の国家元首であり、なおかつ国政の実権を握っていた。ただし、公的な役職には1970年代半ばからついていないことから、全国人民会議などの公の会議には出席せず、会議後、会議出席者の要請を受ける形で国民への助言として事実上の施政方針演説を行った。 カッザーフィーは1990年代パンナムキ爆破事件の容疑者引き渡し問題で当時の国連のコフィーアナン事務総長と会談した際私は大統領でも首相でもないので引き渡す権限がないと発言したなお革命指導者であるカッザーフィーは各国のマスコミなどでは一般的にカダフィ大佐と呼ばれており事実上の国家元首が大佐であることに 違和感を持つ向きもあった。カッザーフィーが大佐と呼ばれている理由については、諸説がある。日本国の天皇とカッザーフィーが、刑事等で、祝電、東電を送り合う場合、日本語では、リビア国革命指導者、カダフィー閣下と表記された。2009年10月、カッザーフィーの次男の財布あアイスラームが、人民社会指導部総合調整官に任命され、有力な後継者となった。 陸海空産軍がある。2011年の騒乱に際しては、アフリカ諸国からの傭兵が注目された。1986年から1987年にかけて、チャド内戦に介入したが、トヨタ戦争でチャドに敗れた。もともと核兵器の開発疑惑があったが、アメリカ及びイギリスとの9ヶ月にわたる秘密交渉の後、2003年12月に、 核兵器など大量破壊兵器開発をしていた事実を認め、即時かつ無条件の廃棄を表明、IAEA、e、の査察も受け入れ、核兵器を全廃した。これ以降、アメリカとの半年後の国交回復など各国との関係改善が進み、2006年にテロ支援国家指定が解除された。これは、核放棄の見返りを得る先例となったが、その後、 ナト o のリビア介入での武力行使を招いた。リビアが核兵器を保有していたら、ナト o のリビアクーバークなどの武力行使は極めて困難であった。在外交換は大使館という名称を使わず人民事務所と称していたが、アラブ県に置かれるものは関係局との名称が用いられていた。日本駐在の人民事務所の長としては長らく代理書記が派遣されていたが、 2004年4月に初期が発見された。2007年11月、リビアはアラビア語兵器のないパスポート所持者の入国を拒否すると各国に伝えた。そのため、リビアに入国するためにはあらかじめパスポートにアラビア語兵器の手続きをしておく必要が生じた。大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国はかつて反欧米。 反イスラエルのアラブ最強候補の国家であった。1970年代や1980年代には、欧米やイスラエルで数々のテロを引き起こした。このため欧米などからテロ国家と非難されてきた上、また核兵器の開発も秘密裏に進めていた。1984年には、ロンドンのリビア大使館員が路上で、反政府デモを行っていたリビア人に、 大使館内から銃を発射し、デモの警備を行っていたスコットランドヤードの警察官、イボンヌ・フレッチャーが死亡した。その後イギリスはリビアとの国交を断絶した。1985年6月14日にはトランスワールド航空機がハイジャックに遭い人質が殺害され、同年10月7日にはイタリアの客船をリビア人がシージャック氏ユダヤ系アメリカ人、 人質一名を殺害、同年12月27日には、ローマ国際空港とウィーン国際空港で同時に、銃乱射や手榴弾等敵によるテロ事件が起きた。さらに1986年4月にも、トランスワールド航空機が爆破テロに遭い、アメリカ合衆国はこれらの一連のテロが、リビアの政府の支援のもと行われていたと断定し、4月15日に、 シドラ湾に展開した空母戦闘軍からリビアの最高指導者カッザーフィーを狙って空爆を実施している。この爆撃の報復の一つとしてリビアが引き起こした1988年のパンナム起爆破事件では国際連合に経済制裁を課せられてしまうなど国際社会から完全に孤立化した。しかし2000年代に入って態度が軟化し2003年には 核開発を全面放棄、パンアメリカン航空機爆破事件の容疑者引き渡しや、犠牲者への保証にも、国として事件への関与を認めてはいないが、一部のリビア人公務員が起こした事件で遺憾に思うと、応じた結果、国連の経済制裁は解除され、欧米との関係改善も進んだ。このような動きの中でアメリカはリビアをテロ支援国家指定から外し、 その後2006年5月15日にアメリカはリビアとの国交正常化を発表した。1972年から1977年にかけてはエジプト、シリアと共にアラブ統一国家を目指してアラブ共和国連邦を結成したが、具体的な合法の合意には達せず国旗や国章などの統合にとどまり、1977年11月のエジプト大統領アンワルは、 イコールサーのイスラエル訪問をきっかけに解体した。1974年1月にはチュニジアと共同で学校を宣言し、アラブイスラム共和国の成立を宣言したが、この連合は即座に消滅した。この後、チュニジアとの関係は悪化した。1980年にチュニジアで40人以上の死者を出した。ガフサ事件はリビアが黒幕だったと言われている。 1985年には、チュニジア国境に軍隊を集結し、チュニジアを一角した。1965年から1979年まで、続いた南隣のチャドでの内戦にはリビアも介入し、1973年には、リビアチャドの国境沿いの帯状の地域である、青蔵地帯に、リビア軍が侵入して占領した。1978年には、一戦ハブレを、 リビア軍が支援しハブレ派がチャド北部を制圧。これ以後リビア軍はチャドに展開し、チャド政府軍や核軍事勢力と戦闘に入った。しかし、紛争末期の1987年、トヨタ戦争でリビア軍はチャド政府軍に敗北した大な損害を受け、停戦の上リビアはチャド領内から撤退した。2000年代以降はアフリカ連合の活動に、 積極的に参加し、アフリカ合衆国構想や反アフリカ主義を擁護するなど、リビア外交の重点がアラブからアフリカに移りつつあると見る向きもあった。2011年3月、2011年、リビア内戦に伴い、国際連合安全保障理事会において、一般市民に対して現在行われているかつ組織的な攻撃や、 リビア当局による傭兵の継続的使用など、リビアアラブジャマーヒリーアにおける事態は、国際の平和及び安全に対する脅威を構成すると認定され、決議第1 9 7 5号及び1973号が採択され、事態を抑止するための飛行禁止区域が設定された。これを受けて、日本国外務大臣も談話を発表した。その後決議の内容とは関係なく、 普通英米軍がリビアへ進行、巡航ミサイルと航空機からの爆弾投下による爆撃を行った。これによる一般市民の犠牲数は2011年3月28日、現在で最低死者109名以上、負傷者1300名以上に上り、700名以上が死亡したとの情報もある。二0 1年四月一日、普通英米軍は反政府勢力に属する。 リビア人に対して爆撃を行い、少なくとも13名が死亡した、負傷者数は不明。4月1日から4月10日にかけての米仏英軍の爆撃により、アズダビアやブレガなどでリビア国民200人ほどが死亡した。大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国の国旗は緑一色と非常に簡素だった。この国旗の以前は、 エジプトと共通の国旗を使用していたが、エジプトが、リビアの敵対国であったイスラエルと、国交樹立すると、国家指導者であったカッザーフィンは怒り狂って、即刻エジプトとの断交を決断し、同時に国旗を変えるため部下に、代わりの国旗をデザインするよう命じたが、あまりにも時間が足りなかったために、緑一色という簡素なデザインになってしまったという。ありがとうございます。